イザベラ・ロビーン、スウェーデン語、イザベラ・ラビン、1963年2月3日体は、緑の党に所属するスウェーデン王国の政治家であり、作家兼専門的なジャーナリスト。現在、国際協力、気候変動担当大臣と共に副首相を兼務。緑の党では2016年より報道官。2009年の欧州議会議員選挙より2014年10月に、 スウェーデン政府の閣僚になるまで欧州議会議員を務め漁業問題を担当した。ジャーナリズム分野においては漁業に関する著書沈黙の海における業績によりスウェーデン国内のジャーナリスト賞ストーラー・ジャーナリストプリセットを授与されている。芸術家ビヨン・ラビーンの娘でありストックホルム大学で映画研究、政治学、社会学、イタリア語、ストックホルムにある ドラマスティカ研究所で映画、ラジオ、テレビ、劇場を学んだ。欧州議会議員2009年の欧州議会議員選挙において、緑の党の所属の欧州議会議員として選出された。2014年の欧州議会議員選挙において再選し、欧州議会の漁業委員会において副委員長に選任された。 スウェーデン政府の国際協力担当大臣2014年3月、ステファン首相によって国際協力担当大臣に任命。緑の党の報道官2016年3月9日の国政選挙で緑の党が政権与党となり、同月13日、もう一人の SA 論心と共に2名の報道官の一人として任命された。ありがとうございます。